今年のリムパック環太平洋合同演習2024においてアメリカ軍は誘導爆弾のクイックシンクを使用し、標的艦としたタラワを見事に撃沈したとの情報をキャッチしました。今回はこの中国でさえ怯えるクイックシンクの破壊力と性能を詳しく見ていきます。安価な追艦攻撃兵器として注目を集めるクイックシンクですが、リムパックには日本もマヤ型護衛艦ハグロや大隅型輸送艦国崎、B1対戦勝海機などが参加し、なんと海事加賀の変貌、F-35B の試験飛行をアメリカで目撃。今年2024年は、このところ各年で開催されているアメリカ海軍が主催するリムパック、リム・オブ・ザ・パシフィック・エクササイズ、環太平洋合同演習の実施年に該当、6月27日から8月2日までの期間で行われた。リムパック環太平洋合同演習は、アメリカが領有しているハワイ周辺の海域を舞台に実施されている世界最大規模の多国間合同軍事演習であり、初開催は1971年で、そこから3年は毎年行われたが、1975年以降は各年開催へと改められている。今年のリムパック環太平洋合同演習2024は、主催するアメリカ海軍はもちろん、日本を含む同国の軍事同盟国や準同盟国、そして友好国を中心に延べ29カ国からおよそ2万5000名の人員と各種の艦艇や航空機が参加して挙行された。主催したアメリカ海軍は、今年のリムパック環太平洋合同演習2024の実施について、同国が掲げるスローガンである自由で開かれたインド太平洋という理念を体現するものとコメントしており、中国を最大の仮想敵国としていることは明白である。そんなリムパック環太平洋合同演習ではあるが、過去には1991年にソ連が崩壊して東西の冷戦が終結した後、2012年にロシア海軍、2014年と2016年には中国海軍が参加をしたこともあり、今から考えれば少し違和感も拭えない。結果的にはこうした一時的にロシアや中国が参加を行ったことはありつつも、リムパック環太平洋合同演習は、いわゆる西側陣営が参加する世界最大規模の多国間合同軍事演習へと回帰しており、中国の海軍力の増加とともにその封じ込めを目的とするものと言えそうだ。今年のリムパック環太平洋合同演習2024において、アメリカ海軍はミニッツ級航空母艦の3番艦であるカール・ビーソンをはじめ、複数のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦等を参加させて、その威容を見せつけた。日本はといえば、最新鋭のイージス艦であるマヤ型護衛艦の2番艦であるハグロや、大隅型輸送艦の3番艦である国崎に加え、B1対戦勝海機を参加させるなど、インド太平洋方面派遣部隊を参加させている。今回のリムパック環太平洋合同演習2024全体では、3カ国29カ国からおよそ40隻の水上艦艇、3隻の潜水艦、そしておよそ170機の各種の航空機が動員されており、3カ国軍艦の相互運用性の向上をテーマにしていた。こうした規模で開催された今回のリムパック環太平洋合同演習2024の中で、ひときわ世界の軍事関係者の注目を集めたのが、アメリカ海軍が実施した誘導爆弾クイックシンクを用いた大型水上戦闘艦への攻撃訓練だった。アメリカは同国空軍の世界一高価な軍用機としても名高いステルス戦略爆撃機の B2 スピリットに誘導爆弾のクイックシンクを搭載し、すでに15年前の2009年3月に退役済みであったタラワ型強襲揚陸艦の1番艦であるタラワへの攻撃訓練を行ったのだ。タラワをネームシップとするタラワ型強襲揚陸艦は、満載排水量が 39,300 トン、全長が 254.2 メートル、全幅が 38.4 メートルもの規模を誇る艦艇で、総数で5隻が建造されたが、いずれも2015年までに退役を終えている。現在のアメリカ海軍の強襲揚陸艦は、タラワ級の次にあたるワスプ級7隻と、最新型のアメリカ級2隻が就役中であるが、艦の規模的には、いずれも、
タラワ級を若干大型化したものといえ、世界的に見ても、今だタラワ級も最大クラスの強襲揚陸艦である。今回のリムパック艦太平洋合同演習2024において、ステルス戦略爆撃機の B2 スピリットに搭載された誘導爆弾クイックシンクは、標的艦とされたタラワを、ハワイ沖の演習海域で見事に撃沈することに成功した。タラワほどの大型の水上戦闘艦を一撃で撃沈させるには、既存の兵装であれば、潜水艦が搭載している長魚雷が、最も確率の高いものとして認識されているが、航空機から放たれる誘導爆弾クイックシンクも、同様の効果が確認されたと言っていいだろう。主として、対艦攻撃用の長魚雷を運用するのは、攻撃型潜水艦であることは、言うまでもない基地の事実だと思うが、自身の秘匿性を、最大の特性とする潜水艦は、そうした長魚雷を発射することは、自らの位置を敵に認識されてしまう、ジレンマをどうしても伴う。そのため、実際の戦闘に際しては、長魚雷を、攻撃の手段として使用することには、自らも、その後の攻撃にさらされる危険を避けられないため、敵側の対潜哨戒能力がかなり低いと判断させ得る場合にしか行うことができないとめされている。それに加えて、アメリカ海軍の攻撃型潜水艦が装備する MK48 超魚雷は、最大でおよそ55ノット、時速 102km ほどを発揮するので、敵艦よりも速度に勝ることは事実だが、空中を飛翔する誘導爆弾クイックシンクに比べればはるかに遅い。この誘導爆弾クイックシンクを高度なステルス性能を持つ戦略爆撃機の B2 スピリットから運用するとなると敵の防空レーダーや迎撃体制を容易に突破しながら目標である水上戦闘艦への攻撃を行えることを意味する。まあ実際には戦略爆撃機の B2 スピリットは冷戦終結後の軍事費の削減の煽りを受け、高度なステルス性能が、かえって仇となり、そこまでの高性能を必要とされなかったゆえに、わずか21機しか調達されなかった、稀有な機体である。そのため、今回のリムパック、艦太平洋合同演習2024では、標的艦とされたタラワへの誘導爆弾、クイックシンクの発射破破機として用いられたが、実際に、中国海軍の艦艇への攻撃用途に投入される可能性は限りなく低いだろう。誘導爆弾クイックシンクは、実は2022年に標的艦を貨物船としたテスト時には F-15E イーグルを発射破破機として運用されており、今後は F-16 ファイティングファルコンや F-35 ライトニング2への搭載が有力視されている。日本の航空自衛隊でも F-15J イーグルや F-35 ライトニングにはご存知のように運用されており、かつ台湾空軍では F-16 ファイティングファルコンを装備しているので、誘導爆弾クイックシンクは対中国海軍に向けた有効な兵装となる可能性を感じさせる。そもそも、この誘導爆弾クイックシンクは航空機に搭載する無誘導の最大2000ポンド、およそ 900kg の弾頭を持つ爆弾に、JDAM、JDAM と呼称される誘導装置を取り付けることで、精密攻撃を可能としたものだ。JDAM、JDAM には、管制後方と GPS 誘導を行うための受信機を内蔵し、この両者の働きによって精密攻撃を可能としており、実に、一発あたりおよそ3万ドル、2024年8月現在、日本円換算ではおよそ440万円という脅威の低価格を実現している。この誘導爆弾、クイックシンクの一発あたりおよそ3万ドルという価格が、いかに安価かといえば、先に挙げたアメリカ海軍の主力の長魚雷、MK48 ならば、同250万から350万ドル、日本円換算ではおよそ 3.6 億円以上することからも明らかである。海上自衛隊のイージス艦であれば、最新型のマヤ型の建造費用は、1隻あたりおよそ1700億円。現在、航空母艦化改修が進められているヘリコプター搭載護衛艦の出雲、片護衛艦が1隻およそ1200億円ほどなので、これらを一撃で撃沈可能な誘導爆弾、クイックシンクの費用対効果は言うまでもないだろう。ただし、楽観視できそうもない事実として、
今のロシア・ウクライナ戦争に際し、アメリカがウクライナに供与した戦闘機用のJDAM-ER は、ロシア側の電子戦の前に GPS 誘導が妨害され、期待された効果を上げられなかったことも踏まえておく必要はあるだろう。